演武開演。どうも、本日は半生ひもかわという麺を茹でていきたいと思います。どんな麺なんだろう。きしめんっぽくも見えるんだけど、このような麺ですね。お湯はすでに沸かしてあります、こちらに。では茹でていきます。それでは茹で上がるまでしばらくお待ちください。茹で上がりました。では早速食べてみたいと思います。確かに他の麺とは違う、何か独特な感じがある。はい、きしめんよりは緩めですが、もっちりとして弾力があって、拾いたいので噛み応えもあって美味しいです。このまま食べても十分美味しいのですが、今日はここにこちらのカレーを入れてみたいって、カレーうどんとして食べたいと思います。ではいただきます。麺が平たいのでカレーとうまく絡んで、普通のうどんよりも絡みやすく美味しいです。他にもいろいろ作れそうですね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。